大手卓司大手卓司は、日本の詩人。群馬県薄井郡成城磯部村、磯部温泉の温泉旅館、蓬来館の家に生まれる。同県の安中中学校、高崎中学校、早稲田大学第三高等余科を経て、1907年9月、早稲田大学文学部英文化に入学。この頃より詩を発表し始めた。1912年卒業。卒論は、 私の象徴指論。卒業後しばらくは、試策のほかこれといった仕事をせず、貧窮に甘んじていたが、1916年に、ライオン歯磨き本舗に就職。以後、生涯をサラリーマンと詩人の二重生活に捧げた。学生時代以来の左耳難聴や頭痛に悩まされ、その後も様々な病気で通院、入院を繰り返すなど健康状態は害してよくなく、最後は、 神奈川県高座郡茅ヶ崎町のサナトリウム南コインで結核によって亡くなった。戒名は大寺院英学拓前事院映画卓前孤児。生涯に書かれた試作品は2400近くに上る。作品の発表を盛んに行っていたものの、生前に刺繍が発刊されることはなかった。友人や師団との付き合いに乏しく、生涯を独身で通したため、彼に関する偏見や誤解は、 生前も死後も強かった。死後に刊行された詩集藍色の引きに寄せられた北原白秋や萩原作太郎の文章に見られる。甘色のまくり毛に目は青い洋酒の詩人、フランス語の書物以外に日本語の本をほとんど読んでいない。永遠の童貞などはその典型である。藍色の引きに続き、1940年に死月週蛇の花嫁、 1941年に薬師州異国の公、1943年に異公州死日記と手紙が刊行され、また、1941年には北原白州、萩原作太郎、大木厚夫らによって、託児の会が発足するなど、彼への評価は決して低いものではなかったが、前日のような事情から彼を異端視する風潮も残り続ける。戦後、 大手託児史集として刊行した出版社に草原社、角川書店、弥生書房、視聴者、岩波書店がある。また、託児の著作権を継承した桜井作次らの尽力により1970年から1971年にかけて白宝社から全集が刊行された。全集の編社の一人である原氏明によると、全集には誤りが多く、 新しい全集を企画しているという。大手託児詩集、岩波文庫文語詩編前が、際が思いつきくるなく、一つの影に向かして千年の史上をいたす。青、地郎火は燃えて、我が身を運びさらむとす。そうは、死の羽なるや。この苦悶の淵にありて、我を、救い不は何者にもあらず。自らを削る死の技なり。されば、我が死は我を、 永遠の彼方へ送りゆく旧者のきしりならむ。よしさらば、我この思いの中に命をたたむ。大手託児、第二九月の悲しみ。ありがとうございます。